あの邪神は悪の化身です。審判の妨げにならぬよう邪神の神格を取ろうとしましたが、近づくだけで精神が侵食されます。その上、神格に触れた神の使いは皆蛇のあやかしに姿を変えられてしまいました。その上、あの邪神は神の使いを元の姿に戻してほしくば、スサノオ様を呼んでこいと。スサノオ様、どうかお助けください。来たな、スサノオ。処刑を控えている罪人が俺に会いたがっていると聞いた。お前もだろう、高天ヶ原の処刑者。私に会えることを楽しみにしていたのではないのか。哀れな処刑者よ。お前は人を断罪できても己を断罪できる者の所在を知らない。スサノオ、お前には迷いがある。スサノオ、そなたが神国に行く必要はありません。なぜだ、アマテラス様。処刑の日になれば、おのずと彼と対面し、その罪を裁くことになります。神の使いたちのために出向く必要はありません。会うことに問題ないと思うが、何か気がかりなことでもあるのか、アマテラス様。ああ、確かに楽しみにしていた。高天ヶ原に反旗を翻した邪神の狂いようをな。だが、貴様の悪がこんなにも純粋だったとは。素直じゃないな。アマテラスはお前の忠誠心をたたえ、神々はお前の勇ましさをたたえるだろう。しかし、それが真実でないことは、お前が一番知っているはずだ。あの時私は見た。スサノオ、本当のお前は私と同様極悪非道の罪人だ。悪人の封印が罪だと思うか。人を殺めるがゆえあやかしは罰を受ける。人を害するがゆえ罪人は処刑される。あやかしを殺め罪人を処するお前にも罪を受ける謂れがあるのではないか。スサノオ、お前は一体何のために刑を執行しているのだ。俺が求めているものが正義ではなく殺戮だと。六悪人は封印するが、私のことは処刑する。これがお前の言う正義なのか。私は人々を悪の道に誘うが、自らは悪をなさぬ。故にあの時アマテラスは何も言えなかった。私こそがお前たちの恐怖だ。お前が一番分かっている。違うか。質問する権利のない負け犬が答えを得られると思うか。邪神、貴様は掟に負けたと思い、掟そのものを覆そうとした。わかるか。それが貴様の敗因だ。掟だと、それは神々の方便に過ぎない。
果たして誰が善悪を定義し掟を犯したというのだ。スサノオよ、真実に目を向けてはどうだ。神々はアマテラスをあがめ奉り、悪人の処刑を求めている。その悪人がアマテラスの分身であり、アマテラスの罪そのものだとも知らずに。忘れるな、世界に愛を与えた張本人はアマテラスだ。人間は愛のために求め、性のために奪い、美のために貪る。それらは全て罪なのだろうか。悪を切り捨て人々の上に立とうとするアマテラスは純然たる正義の象徴と言えるのか。生を受けた以上、罪から逃れられる者はいない。アマテラス様もしかり。ただ罪人は彼女だけではない。お前は本当に面白い。アマテラスの罪を認めるとは、正義を掲げる処刑者スサノオよ、お前は全ての罪を裁きたいのだろう。ならばお前の太陽に剣を向けることはできるのか。これは戒めを司る剣、七悪人の神格を滅ぼせるものです。六本の神剣は世界の断りをもとに作り、スサノオの骨を刀身とし、雷で鍛え、ヤマタノオロチの血によって完成したものです。鏡のように在心に相当する力を生み出します。在心の神格に触れれば力を創生し、神格を滅ぼします。スサノオ、この剣をそなたに授けましょう。この雨の幅切り斬新を命じます。そのつまらぬ正義をいつまで貫くつもりだ。万物が生き絶えるその日までか。見てみたいものだ。太陽が沈み、掟が意味をなさなくなったその時、お前はどうなるだろう。あの時を思い出せ。お前を縛れる者はいない。本能のまま暴れるがよい。私に忠誠を誓え。正義に隷属することをやめて、悪を掲げる神となれ。私が作る世界において人間は正義と悪に定義されることなく、ただひたすらに欲望を追求する自由を与える。これこそ至上の喜びだと思わないか。お前はそこで自由に罪人を狩るがいい。お前を止める者は誰もいない。スサノオ、予言によれば、この剣を与えられた者は重い罪を犯すことになる。御意、俺はスサノオ、この世界。スサノオ、そのお前の処刑場になるのだ。よく言う。だが俺の獲物は貴様だけだ。そうか。
掟に従えば罪を裁いてきたお前は罪人になる。それでも掟に従うというのか。邪神、俺が処刑に罪悪感を抱いていると思ったが大間違いだ。一つ賭けをしようか。お前の正義が基づいて世界を審判しよう。そうすればきっと高天ヶ原の秩序は崩壊する。面白い。貴様は何をかけるんだ。お前をだ、佐野王様。何だと。かけてやろう。お前自ら邪悪の信奉者になると。希望などどこにもありません。いや、お前はすでに運命の糸口を探し当てたんだ。しかし、もういいんだ。応じるおつもりですか。ああ、そうだ。ヤマタノオロチとの賭けだ。応じるしかない。しかし他言は無用だ。アマテラス様も例外ではない。私の役目は予言だ、選択ではない。だが高天ヶ原、そしてうつつよのために必ず運命を変えてみせる。邪神は人々を惑わし、天の断りに背いた。邪神の神格を天秤にかけよう。八田の鏡のご裁定を。八田の鏡より軽ければ無罪、重ければ有罪。この規定を定めたのは誰だ。罪人には問う資格がない。私です。八田の鏡は私の神格であり、罪の重さを測る天秤でもあります。何か申し開きがあるのですか。ああ、実に素晴らしい。お前の神格で全ての罪を測るなど、これ以上公平な掟などない。ならば私も掟を定めようではないか。私の神格より重ければ無罪、軽ければ有罪。どうだ、アマテラス。少子、審判を始めなさい。慈悲深き太陽を司る女神よ、己の神格で罪を図るなど傲慢の極みではないか。その天秤が図るのは果たして罪の重さか。お前は正常無垢なのか。さあ、私の神格を天秤にかけよう。公正なる天秤が証明してくれる。私の問いの答えを。邪神、
お前は有罪だ。スサノオ、刑を執行しなさい。御意。確かに有罪だ。しかしアマテラス、お前の負けだ。刑は執行された。答えろ。善悪を欺く者にどんな罰を下すべきか。掟に従って処刑を。なんという皮肉だ。邪神は言った。アマテラスの掟は少しも公平なものではないのだ。だから奴と賭けをした。高天ヶ原のために秩序を守ってきた俺が罪人なのかどうか。どうやら勝ったのは邪神のようだ。神格をすり替えたのか。そなたは高天ヶ原とアマテラス様を裏切ったのだ。裏切っただと。俺はアマテラスに忠誠を尽くしてきた。彼女の意志に背いたことは一度もない。アマテラスの意志に従った俺が有罪ならば、あのアマテラスは無罪と称し、神々の長として君臨する資格があるのだろうか。アマテラス、俺が有罪ならばお前もしかり。そうなれば万物が有罪となるだろう。そしてお前たちの罪は俺が罰する。の太陽に期待しても無駄だ。なぜなら彼女のために罪を犯した俺でさえ救われなかったからな。太陽は万物を照らし続けています。いかなる時でも。果たして神々にそのような価値があるのか。奴らはお前のことを見捨てた。お前は一人で立ち向かうしかない。かつての右腕であり、今お前に剣を向けているこの俺に、哀れなり太陽を司る女神よ。おやめなさい。
その下手なお芝居を、そなた、正義を貫く心象ではありません。気づいたか。だが、もう遅い。この世界において、最も罪深きお前が。審判を受ける番。これは…待っていたよ。やっと来たか。スサノオ。待っていたよ。やっと来たか、スサノオ。なぜかわさない。己の体を傷つけた感想は。くだらん、悪趣味なやつだ。もっと強い一撃を食らわせてやろうか。悪趣味とは心外だ。私はただお前たちの掟に従って公平な戦いを挑んだだけじゃないか。貴様に正義と公平の何がわかる。私の行いはお前たちの掟に背いていない。これは公平な行いなのではないか。お前の善良に感謝するよ。あの時蛇の血にまみれながらお前はよく耐えた。神獄で神の使いを操り、お前に私の神格に触れさせた。それでようやくお前の意識に入り込み、体を乗っ取ることができたのだ。とはいえ驚いたぞ。まさか正義を貫いていたお前の罪は私の罪よりも重いとは。言ったはずだ。俺は罪人しか殺めない。極限状態の雨の幅切りを止めた。これは俺の剣だ。面白い。だがいつまで耐えられるかな。私を殺す気か。忘れるな。これはお前の体だ。ああ、確かに俺の体だ。だが、貴様の魂が光に当たることはない。イカたちの力でこの身が滅びても構わない。本当に爪が甘い。
どんな気持ちだ？己の気づいた高天ヶ原が目の前で破壊されて。邪神、そなたは私の掟を否定しながら身勝手な掟を作ろうとしています。そなたはいつか自らの掟によって罰を受けましょう。掟？掟を作るなど誰が言った？アマテラス、私が築く新しい世界には掟などいらない。あるのは神の意志、すなわち私の意志だけだ。世界から反逆や反乱はなくなる。神になりたいのなら、力が欲しいのなら、私を倒してその力を自分のものにすればいい。私はそれを良しとしよう。アマテラス、太陽を司る至高の女神よ、間もなく訪れる新しい世界のためにどうか落ちてくれ。邪神、そなたは見誤りました。私は至高の神になりたいとは一度も思いませんでした。悪を捨てることもできませんでした。身を守るのではなく力を分散させる。邪神、私はこの世界を守ります。たとえ幾重の苦難に苛まれようと、私は崩壊しかけた高天ヶ原を維持し、すべての命を生かし続けます。ここで宣言しましょう。邪神は千年間封印され、自由を奪われるのです。アマテラスめ、己を犠牲にするつもりだったか。そしてスサノオも本当にしつこいやつだ。アマテラスより何度でも蘇る太陽にふさわしいじゃないか。しかし、太陽の光に照らされていてもお前が処刑者だということに変わりはない。夜になればお前は悪に蝕まれ、真の悪人になり果てるだろう。世界の因果は公平だ。貴様みたいな罪人を許さない。そして俺のことも決して。それでも俺は正義のために処刑し続ける。なぜだ？なぜそこまでする？決まっている。神がこの世界を愛しているからだ。処刑者よ、お前は本当に面白い。お前の神格は私に汚された。その剣で私を殺せると思うか？罪の洗礼を受けて私の力を受け入れるがいい。重い罪を背負ったお前に私を処する資格はない。そんなことはどうでもいい。狭間に落ちて闇の中で不死不滅を楽しむ。スサノオ、封印はいずれ解かれる。
その時、私はこの世界に真の終焉を与える。その日が来たら、貴様に本当の宿命を見せてやる。まさか、お前そういうことか、スサノオ。お前はいつも私を楽しませてくれる。待っているぞ。審判は終わり、世界は邪神に汚されました。高天ヶ原と万物の命のために、私は真の太陽を作り、世界を照らしましょう。これより、私は闇と共に千年の時を過ごします。世界には夜が訪れますが、恐れることはありません。必ず夜は明け、再び太陽が昇るでしょう。あの日、斬新城で一体何が起きた？あそこにいた神々が全員ほとんどいなくなったと聞いたが。つくよみ様、スサビ様、どうか教えてください。神々は戸惑っている。どう伝えればいいだろうか。審判の真相が公になったら反乱が起きるに違いない。皆の考えが同じならば話は早い。どうかご安心を。審判の真相が知られることはない。ここで皆に邪神の審判の真相をお伝えします。スサノオは神国にて閉じ込められていた邪神と結託し、斬新城で反乱を起こしました。彼は同族を殺し、アマテラス様に重傷を負わせたのです。あのスサノオ様が？ありえない。スサノオ様がこんなことをされるはずが。スサノオは高天ヶ原の裏切り者です。スサノオと邪神が計りごとを巡らせる様子を見ました。二人は審判の時に反乱を起こすと決めたのでしょう。しかしアマテラス様を傷つけた後に二人は仲違いし共倒れしたのです。スサノオは罪の裁きを恐れ逃げたのです。処刑者の裏切りによって太陽を司る女神は沈んでしまったのです。こうして邪神は人の世に落とされた。邪神を封印し、うつつよを守るためにスサノオは神母獣を使わした。狭間に封印されたヤマタノオロチは敗北を認めずに何度も封印を破ろうとした。その度に大地は割れ、川は枯れ、ヤマタノオロチの汚れがうつつよにあまたの最悪をもたらした。神々の意志により、何時らに高天ヶ原の術を伝授する。この術で邪神を封印し、あやかしと戦い、人の世の平和を守護するのだ。神の力でもあやかしの力でもなく、人の霊力で悪に対抗する術は後世において陰陽術と呼ばれた。四人の陰陽師はヤマタノオロチを討伐する軍を結成した。
狭間に巨大な結界を施し、邪神を制圧した。邪神を封印した地は千年の時を経て繁栄し、平安京と名付けられた。千年もの間、私は力を蓄えてずっとこの時を待っていた。強大な霊力を持つ巫女を捧げよ。さすれば平安京と源家の繁栄を約束する。承知しました、蛇神様。私を封印したのは人間が張った結界ではない、この雨の幅切りだ。これさえ抜くことができれば。審判を始めなさい。審判を再開すれば、罪人を処刑する神器、雨の幅切りも目覚め、抜かれることだろう。もちろん、こたびの審判を下すのは私だ。とはいえ、審判には処刑者も必要だ。雨の幅切りを扱え、スサノオの神格に劣らぬ強い処刑者が。天人計画の取引は成立した。霊力などいくらでも与えてやろう。破壊神が誕生した暁にはふさわしい神器も送るとしよう。審判に必要な審判者と処刑者の目星がついた。あとは裁かれるべき罪人さえ見つかれば駒が揃う。だが私より罪深いものを見つけるのはそうたやすいことではない。狭間を離れてから人の世をじっくり眺めるのは久しぶりだ。貴族と平民、強者と弱者、なんと欲望と罪にまみれた世界か。七悪人が人の心に植え付けた種が育ったな。大したものだ。生命の手で陽の鏡が各地に運ばれたことにより、うつつよの罪を映し出す準備もできた。高天ヶ原の斬新城は陰の鏡によって再現できるだろう。掟破りの私が今度はお前たちの掟で遊んでやろう。人、あやかし、神。高天ヶ原、そしてアマテラス。今度は私が審判を下す番だ。